百州武道具店の動画。切り返し仙人はどこだ。正解はこんなところにいました。こんにちは、百州武道具店の動画です。始まったかおー。皆さん一番知りたかったリクエスト、コメント一番多かった引き技の打ち方、これから何回かにわたってやっていきます。初心者の人でもできるようにできるだけ優しく分かりやすく説明するんで、ぜひ聞いてください。引き技っていうのはみんな知ってる通り、つばぜり合いの状態から下がりながら打つ技のことなんだけど、正しく言うとどう書かれてるか、出ました、いつもの全県連の剣道指導より。ちょっと聞いてね。こう書かれてます。つばぜり合いから相手の体勢を崩して攻撃の気を作り、送り足または開き足で後方あるいは斜め後方に引きながら面を打つこと。ここよく聞いておいてくださいね。一番大事なところいきますよ。引き技を打つ前につばぜり合いから相手の体勢を崩して、まずは攻撃の機会を作りって書いてるんですよ。要するに引き技っていうのは、相手がつばぜり合いしてるところをそのまま打っても当たらないってことなんです。まず崩す、相手を崩す、そして打つ。お互いつばぜり合いの状態からそのまま打っても当たらない技、それがそう引き技なんです。引き技をバコーンって決めたい、その前には相手を崩しておくことが大事って分かりました。じゃあ相手を崩すためには何が大事か、それは相手を崩すことができるぐらいの力強いつばぜり合いなんです。つばぜり合いが下手だと相手崩れないんですよね。正しいつばぜり合いのやり方をもう一度今見直す、これが引き技の最初の一歩なんです。まあ、せっかくこれから引き技の勉強しようっていう時に、もしかしたらこんな話聞きたくないかもしれないんだけど、一番まず大事な話として、試合の中とかでお互いがつばぜり合いの状態になる、しかもそれが長くずっと続いちゃうっていうのはね、良くないことなの。剣道っていうのは本当は間合いを取ったとこでお互い打ち合うっていうのが正しいのね。例えばボクシングで言うとイメージしやすいと思うんだけど、お互いこう離れたとこで打ち合うっていうのがボクシングじゃない。お互いこうくっついちゃってずっとクリンチしてるっていうのは、これボクシングじゃないよね、見てる方もね。剣道も同じで、基本はこの離れた間合いを取ったところでお互い打つっていうのが本当なのね。それでたまに見るのが、試合なんか見に行くと、あっちの試合場もこっちの試合場もみんなつばぜり合いやってるみたいな。つばぜり合いもちろん試合で認められてますし、その相手から打たれないためには体をくっつけて打たれないようにするっていうのはあるんですけど、本来の剣道としてはやっぱり間合いを取ったとこからスタート。まあ最初にいろいろ言ったけど、もちろん試合や稽古の中ではね、つばぜり合いの状態出てきます。そして一番危ないのは、つばぜり合いの状態で気が抜けて休んじゃう人なんです。これはほんと危ない。なぜなら、これからこの何本かのビデオの中で、その休んでる人を崩して打つっていうことを今から話すからです。だから絶対気を抜いちゃダメ。つばぜり合いの時は。崩されるよ。特に一番危ないのが、つばぜり合いになった瞬間、打った、当たんなかった、つばぜり合いになった瞬間、ここ、気が抜けてること、ほんと多いです。こう考えてください。お互いもつばぜり合いになって、押した、押されたってやってる時っていうのは、どちらが片方がいきなり引き技出すっていうのはね、かなり難しいんですよ。なんだけど、打って当たんなかった、つばぜり合いになった瞬間っていうのは、相手はね、もうやれやれって気が抜けちゃうんですよ。そこをいきなり瞬間で崩されると、もう引き技当たります。こっちの方がよっぽど当たりやすい。良くないつばぜり合いっていうのは反則を取られます。正しいつばぜり合い、まずは名前の通り、自分と相手のつばを合わせるんだよね。つばを合わせるんだけど、特に右拳、自分の右拳と相手の右拳をお腹の前で合わせる。これがまず基本です。特に相手を崩すことができる力強いつばぜり合いをしたいときにはコツがあって、竹刀をね、横から握ってると絶対できないです。横から握ってると、特に小学生多いと思うんだけどね、つばぜり合い、特に体当たりなんかしたときもそうか。潰れちゃうんだよね、ここで。ぐしゃって潰れちゃう。これだと相手を崩すことはできない。そのためには竹刀をギュッと握り込む。握り込んでお腹の前でグッと支える。なぜなら、もうちょっと言うと、引き技の前にね、相手を崩す時に使う場所っていうのは拳なんですよ。右拳、左拳、拳を使うから拳に力が入るようにギュッと持っとかないとできない。相手を崩せないってことだよね。続いて、こう前かがみにならないってこと。背筋を伸ばして顎を引く。そして大事なことは、脇を締めるってことなんですよ。脇を締めておくんですよ。脇を開いておくと力は入んないです。脇を締めると、この力が拳に入って相手を崩すことができます。そして最後、足ですね。足は普段の足これだとしたら、つばぜり合いの時の足は左足をちょっと後ろに下げときます。普段がこれだとしたら左足をちょっと下げとく。そして左足親指の付け根、母子球に力を溜めとくんです。これなんでかっていうと、つばぜり合いっていうのは相手との崩し合いだよね。だから自分も相手崩したいんだけど、相手も崩していくんですよ。相手も崩した時に押し負けないように左足ちょっと余計踏ん張っとかないといけない。だから左足ちょっと下げとく。
次は相手が崩れやすい方向っていうのがあるんですよ。これ相手の足ね、こっち相手の右足、相手の左足、こっち向いて構えてる、こう構えてると思っておいてください。どっち向いて崩すと一番いいかっていうと、まずまっすぐ向いて相手を崩した時っていうのは、左足がさっきも言ったようにちょっと後ろに踏ん張ってるでしょ。この方向だと崩れないんですよ。崩れにくい。次はこっち向いて崩す、右斜め前に崩すと、やっぱりこの足が効いてて崩れにくいんですよ。支えちゃう、この足が。一番崩れやすい方向っていうのは自分から見てこっちなんだよね。こっち向いて崩すと、ここに何も足がないでしょ。基本的にはこっち、左斜め前に向いて相手を崩してやるのが一番崩れやすい方向です。というわけで今日は、引き技を打ちたいんだけど、引き技の前に相手を崩しておかないといけない、そのための力強いつばぜり合いのやり方やりました。次のビデオも引き続き引き技やっていきます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。